別市出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のアトランタファルコンズに所属している。ポジションはプレースキッカー。韓国出身としては4人目となる NFL 選手である。韓国ソウル出身。幼少期はサッカーをしていた。小学生の頃、看護師になるために渡米していた母を追いかける形でアメリカ合衆国ニュージャージー州に移り住む。アメリカでは アメリカンフットボールをプレーし、リッチウッド高校、ジョージアサザン大学へ進学した。2017年 NFL ドラフトでは指名されなかったものの、ロサンゼルスチャージャーズにドラフト外で入団した。チャージャーズでは4試合に出場し、6回のフィールドゴール機会があったものの、成功は3回という成績に終わり、退団。2019年1月14日、新設された。 アライアンス・オブ・アメリカン・フットボールのアトランタ・レジェンズと契約し、シーズンでは14回のフィールドゴール機会で、すべて成功させていた。しかし、オフはこのシーズン途中に突如、中止となり、そのまま解散となった。その後、10月4日に、スティーブン・ゴストコースキーを怪我で書いていた、ニューイングランド・ペイトリオッツと練習生契約をするも、10月15日に放出された。 10月29日にはマット・ブライアントを放出したアトランタ・ファルコンズと契約する。シーズンでは8試合に出場し26回のフィールドゴール機会のうち23回成功させた。2020年2月18日、区はファルコンズと1年の契約延長にサインした。2020年初めてプロボールに選出された。レギュラーシーズンありがとうございます。